4大陸で優勝もずっと目標にしてたので、うん、代表になってからは、まあ、世界選手権に行けなかった悔しさはありましたけど、絶対に4大陸やってやるっていう気持ちで、で、まあ、優勝できたので、あとまあ旬も3位に入って2人で表彰台に乗ることができたので、そういったのすごく嬉しかったです。もう本当に自分がこの舞台に立つためにどうしたらいいかっていうのを考えながら見てました。で、あとはもう一つは自分がどうやったら引き込めるスケーターになるかっていうのを見ながら、誰がこう僕にとって刺さるスケートをしてるかなっていうふうに、まあ、例えばその人も100人が見て100人が全員刺さるってことは、まあ、めったにないんです。みんな好き嫌いはあるから。けどこう見てる人感動させられるような意味っていうのを僕は自分なりに見て探してました。それこそチャ・ジュンファン選手とかジェスン・ブラウン選手とかもう最高でしたね。めちゃめちゃ刺さりました。あとはスケートタイプは全然違うんですけど、キーガン・メッシング選手、あの人はもうエンターテイナーというか、うん、本当にあのフィギュアスケートっていうか、もうフィギュアスケート楽しいっていう感じですよ、うん、確かに感動しましたね、あれも、うん、ああいうなんかだからキーガンさんも色がある、あるじゃないですか、うん、ああいう自分のキャラ、うん、あれはすごい僕好きです、うん、まあ、ただジャンプを飛んで、うん、演技をするのか、人を引き込む演技でその中にジャンプが入って演技するのか、やっぱりでも自分がこう刺さる演技をした人っていうのは自然と5コンポーネンツも高い、やっぱりそうなんですよね。だからそういうのが大事なんだなっていうのはやっぱ自分の競技的にも思いましたし、すごい大事な点です、ね、去年シーズンのファイナルと全日本が本当に悔しかったですね。ファイナルもまあ6人しか進めないという大きな大会で、で、あの自分も2戦でいい演技ができたから選ばれたんですけど、ただフリーはあのなんだろう、みんながこう、まあ、モニターがあるんですよ、裏側に。みんながいい演技して普段演技を見てるんですけど、試合前とかでもあの全然あの緊張したりとかしなくて、あすごいっていう感じで見てるんですけど、その時だけはみんなノーミスできて、なんか謎の緊張感っていうか、3人ノーミスできて次俺かみたいな。しかも前の選手が自国の選手で盛り上がりもマックスで、なんか一気にこう裏側から表に出た時になんかブワッてなんか来たっていうか、なんかすごい空気に飲まれた感じがして、足もずっと震えてましたし、うん、だからそこがまあ一つ足りなかったけど、あれはすごくいい経験だった、うん、もうすごくもう貴重すぎる。絶対これが後の大きな大会、世界選手権、うん、まあ、オリンピック、うん、絶対こういう感じの雰囲気になると思うので、経験してよかったなという感じがしました。一番の強みはやっぱりこううまく決まったときはやっぱ GOE がもらえるジャンプになっているはずなので、まあ、スピードからダイナミックに飛ぶジャンプっていうのは自分のその一つの持ち味として頑張ってますし、もっとその持ち味を増やすように今シーズンの選曲とかもあのショートとかもまた違うコンテンポラリーなプログラムになってますし、フリーも新劇で自分らしさを出しながらこう本当に激しく戦うような感じで、もっと持ち味をいろいろ増やすようにしてます。そのセーブするっていうことを覚えたと思いますし、まあ、そのやってやるっていう気持ちだけじゃなくて、その試合の時だったりしたら自分のできることをやるっていうだけ、本当にそれしか考えないで、変に欲深く考えずにそれだけをいつも考えて滑ってます。前よりは動けるようにはなったんですけど、これはやっぱまだまだで、まあ、この前のシニア合宿でもみんな見てるとやっぱまだまだだなって思いましたし、何よりあの羽生くんはもうスターズで一
一緒に練習して、やっぱり一人抜けてたなっていう感じがしたので、このまあ例えば緩急だったりだとか、その中で激しく動く中でもエッジワークは安定してたりだとか、やっぱ羽生選手はペック、なので自分もそういったのを目指して、もっともっと、まあ、自分は激しく動くとどっかエッジがぶっ飛んだりする時があるので、まあ、本当に安定して滑れるようにしたいです。まあもう今シーズンは もちろんグランプリとかも大事は大事なんですけど、何よりまずは全日本で結果を出す、世界選手権につなげる、これはもう一番かなっていう、何よりも優先順位が高い。でまあグランプリシリーズとかもそこで世界を知るっていう意味でも大事ですし、世界各国のスケートと戦えるので、まあ、実力比べじゃないですけど、まあ、そういった意味でも勝負シーズンで、あのジャンプも今のにプラスして、まあ、ループはもっと安定して飛べるように、でフリップはなんとかシーズン内に降りたいなっていうふうには思ってます。一番は、まあ、野球でいう走攻守じゃないですけど、全てが揃った選手にはなりたいんですけど、その中でもやっぱ高難易度ジャンプっていうのはやっぱりないと勝てなくなってきてる時代なので、まあ、そのやっぱ演技力を保ちながらバランスよくジャンプを飛ぶっていうのはすごい頑張りたいなと思いますし、現実的に見て4回転半はちょっときついかなっていうか、5回転の方がまだワンチャンみたいな、飛び方的にアクセルではないなっていう感じが自分今の自分では、まあ、アクセルは多分もうまず飛び方そもそも変えないと、現状の飛び方で 4A は絶対に無理なんで、まあ、まあ、羽生くんとか見てても飛び方を変えてるのも見ましたし、多分いろいろこう試行錯誤しないと無理なジャンプなので、ちょっとまあ現実的に今飛ぶならまあまだ5回転のがマシかなっていう感じ。怖いけど一回あの5回転サルコーを締めてみましたけど、あの4回転半でどっかぶっ飛んでいきました、ね、まあ前よりかは現実味が出てきたかなっていう感じはするんですけど、まあ、去年みたいな全日本でやっぱ出し切れないと論外なんで、まあもうあれはもう二度とないようにしたいですね。もちろん少しでも上を目指していくつもりはいますけど、まずは何より自分がこうしっかりと自分の演技をするってまず一つ大事で、一回しかないんでそのオリンピックは、まあ、あの本当にそこまで悔いのない練習をして、で実際どうだったかなっていうのが自分も楽しみ、だ一つのチャレンジって思って自分はやります。多分オリンピックに行けたらの話ですけど、もうその狙って一回しかないから頑張るけど怖いみたいな感じじゃなくて、あのもうそこまでの練習で不意のない練習をして、でそこで演技してこれチャレンジ、結果はどうであれ、まあ、面白いよねっていう、そこまで悔いのない練習をしたんだから、まあ、悪かったらそれでしょうがないし、良かったら良かったら良かったねだし、まあ、そこは自分との戦いじゃないですか、面白いところです、まあ、今はもう、まあ、いろんな戦い方があるんですけど、フィギュアスケート、まあ、ジャンプでもういろんな高難度を揃えて戦う人もいれば、まあ、芸術性で戦う人もいて、なんかそういった、まあ、どっちもその自分の持ち味があっていいと思うんですけど、今の自分ってなんかこの真ん中中途半端なんですよね、すごい。だから、まあ、自分はこう今ここでこう微妙にいるのをこう全部広げて、こうどの分野でとっても強いっていうふうには思われるスケーターにはなりたいし、芸術性っていうのはもちろんフィギュアスケートもこれが一番大事だと思うんですね。その中でやっぱりいかにジャンプを決めるか、それでやっぱ競うのがフィギュアスケートだと思うので、僕はそれを目指して頑張りたいな。